洋子さん、10月にスウェーデンの彼に会いに行くのですが、先日の EU のニュースを聞いてショックを受けています。ワクチンはもうすぐ2回目を接種して、ワクチンパスポートを取ってから渡航する予定なのですが、このままだと入国できないのではないかと不安で仕方がない。2年間彼に会えていないということですね。10月のスウェーデン渡航、これどうなりますでしょうかえスウェーデンはははでですすね一一応応今現在は渡航は問題なく一応できるとといいう理解かと思います入国が可能 で陰性証明のルールがね一応ありますのでこれの準備が必要ですけど隔離措置だとかなんだとかっていうのは一応くっついてないわけです。ただ EU の勧告に従ってスウェーデンの政府の決定もですねこれ見直してくる可能性がありますからワクチンパスポートがあれば入国させるけどもそうでなければ陰性証明プラス隔離になるよとかね最悪ワクチン接種証明がないと入国ができないよみたいなデンマークだとかドイツみたいなことになりかねませんからスウェーデンの渡航中 準備としてはちょっとね、この辺りを、注目しを、えー、僕と一緒にですね、あの、していければなと思います。あの、頑張って準備をしていってみてください。 こんにちは、大輔です。今日はですね、海外に出国する手前でのトラブルについて、皆さんも遭遇する確率の高い問題をね、やっていきます。まあ、というかね、まあ、直近特にこれ高くなっていくんじゃないかとね、万全な準備をしたにもかかわらず、一体なぜ拒否されてしまうのか。それはですね、昨今の渡航ルールの激しい変化にあるんじゃないかということで、直近もね、これありましたよね。EU 圏の各国が日本からの不要不急の渡航を再び 制限をかけ始めるというですねこちらについては別途皆さんに速報を出しておりますので気になる方はねこちら動画を見てもらえればと思いますけどもルルールの激しい変化ですよねこれが直接影響してるのかはわ、まあ、からないんですけど、まあ、でもですね実際に JAL のグランドスタッフに全く聞き入れてもらえなかったような体験談がですね視聴者のまゆにさんからいただきましたのでご紹介をしていきたいと思います万全全の準備をして全く問題ない ないはずだったのに何がねこうさせてしまったのか、えー、大輔さんいつもありがとうございますノルウェー在住のマイユニと申しますこの日曜日に羽田からヘルシンキ経由でオスロに戻りましたがこのオスロというのがノルウェーの首都になるんですよね、えー、その際に体験したあわや登場拒否についてシェアさせていただきますノルウェーはじめスカンジナビアやノルディックの国々はいわゆるグリーンパスの効力が強いと ところでグリーンパス所有者は入国時の PCR 検査の陰性証明は必要ありません。ところが JAL のグラウンドスタッフからそれを指摘され、はじめの30分は乗れません。PCR 検査を受けてきてください。フライトも変更する必要がありますよとね、あなたも変更ですよと言われてしまったのです。私は現地の情報を調べていたし、自分の理解には自信があったので、これはおかしいと申し上げましたが、全く聞き入れてもらえず、二人がかりで陰性証明が必要だと言ってきたわけなんです。えー、これね1対2で この場合は自信が持てないともう引き下がっちゃう方がねほとんどだと思いますけれどもウェブサイトのどこを読んでるのですかと私も読ませてもらったところなんと入国時の検疫免除に該当しない人のところばかりを読んでいたのですそれを指摘してやっと一人の方が相談してきますと事務所に戻られて確認してくださいましたそこで私の理解が合ってると認められめでたくチェックインができた次第です 有地のヘルシンキでもオスロでもグリーンパスを陰謀のように提示をして全く PCR 検査のことは聞かれずに問題なく入国できたことも加えてお伝えしますグランドスタッフの方は登場拒否をする権限が終わりなのでこれは重大なミスと見なして JAL に書面でのクレームを出しましたここで学んだのは自分の理解力を信じて食い下がることでしょうか強いて言うならいつも現地語で情報を読んでるので日本語で書いた情報この場合在ノルウェー日本大使館が出して 情報もも読んんでおくべきだったのかもしれません以上この情報が何かのお役に立てば幸いですということでねマイユニさん貴重な体験談ありがとうございましたそれにしてもノルウェーの入国条件実はね これ複雑なんですよね例えて言うなら今の日本みたいな感じですかねえ例えばこの外国人というのが原則入国禁止なわけですよ欧州圏はですね国を開いてるエリアが多いように思いますがノルウェーに関しては原則外国人入国禁止とすなわち同国に在住をされてる方ですねマイユニさんのような方であったりだとか他に特別な理由がある人に限られますよということで PCR 検査による陰性証明だとか入国した後 3日後になるのかな PCR 検査をして結果判明するまでは自己隔離してくださいねみたいなルールがこの外務省のページにもねこれ案内がありますから皆さん自身で一応これがね日本語でも確認ができるということになっているわけですただですねこれまあ文章長くてよく分かりづらいんですけどワクチン接種者に関しては陰性証明だとか自己隔離が不要になるという記載がありますから安心できると思いきやそうもいかないんですよこれよく読むとですね日本のワクチン接種 証明書は認められていないということがこれまた明記されていますんでね、すなわちノルウェー政府発行の QR コード付きのワクチン証明だとか、もしくは EU のグリーンパスが必要になるという、こういう理解でいいんだと思います。それが故になんですかね、日本からノルウェーに渡航される方のね、条件について、JAL のグランドスタッフだったとしても、このね、あの入国制限ルールが頻繁に変わる昨今になりますから、まあ、混乱してしまうということがあるのかもしれません。それ 今日のお話教訓としてねまとめてまいりましょう。なんといってもですね、一時情報に自分でアクセスできるというですね、まあ、この力が必要になってくると、そしていざとなった時に説明するね、心づもりを持っておくというのが、まあ、悲しきかなね、今のコロナ禍の渡航は必要になるのかもしれません。そして入国ルールの変更が激しいという地域はですね、特に皆さん自身でご注意をされてみてくださいということが、今回のまゆにさんからの体験談でまあま ととしてねあるんじゃなないいかなと思います9月はね、EU 圏が日本からの不要不急の渡航禁止ということでね発表しましたから、こちらの影響があのだいぶね大きく出ているわけなんですが、えー、僕のチャンネルではですね、今週なんとかアップロードできると思います。入国制限緩和シリーズ9月の下旬版を予定しているわけなんですが、世界中100カ国に上る最新の渡航状況ですね、一気に把握ができるコンテンツになってますので、今日はノルウェーの話がメインでしたけどね、日本からの不要不 ななとこがでできないので、まあ、現地在住の方だとかがノルウェーに渡ると戻るということになるんだと思いますがその際にも陰性証明だとか自己隔離が必要とそしてさらにワクチンパスポートによる免除もまあ一応あるありはするんだけども QR コードがね必要なあの書式であったりだとか日本のものはまだ認められていないという事情がありますからノルウェーをはじめとしてね割とややこしい状況が続いているわけですまあ、EU 圏もですね今回やっっぱ変わててきるるんでですすよねただでさえ陰性証明を必要とする国と国いうのが、まあ ほとんどなわけなんですけど、まあこのうちのですね、まあ、半分ぐらいがワクチンパスポートによる免除ですよね。これが有効であったりだとか、あと自己隔離措置なんかもですね、国によって違うということになっています。そして EU 圏に属さない国に関しても、もう一律ね、陰性証明を必要とすると、まあ、もしくはワクチンパスポートによって免除というね、権力もありますけども、この辺りのですね、条件がもう日々頻繁にこれ変わっていっていると、えー、そしてこれね、航空会社エアラインのスタッフさんも追従をして 言ってはくれるんでしょうが、まあ、たまにねこう人間なのでどうしてもミスがあるとね間違って解釈するということもありますから皆さん自身でね自分の身は、まあ、自分で守るとそのための情報を掴んでいきましょうということで僕のチャンネルをこんな感じで活用してくださればと思います。今日のような報道では知ることができないような情報ですよね。ノルウェーの入国拒否というか、まあ、そのチェックインカウンターでのいざこざみたいなことが、まあ、わざわざねこう報道されませんからこういったニューノーマルトラベラーの皆さんに向けた情報が 役だったよという方についてはチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大でした